大学受験までのものと TOEIC っていうのはちょっと勝手が違うんですよ。実際の TOEIC はかなり長い文で、しかも4択あって、まあ分かりづらいってね、すごい嫌になっちゃうんですよ。よく出る表現がね、いっぱい載ってる。あ、珍しいなって思いますね。こうやって目を動かしていけばいいんだよっていうのが分かる。Hello there、 始まりました、マキテチャンネルです。今回はですね、初めてTOEIC受ける人たちにね、おすすめの参考書っていうのを紹介しようかなと思います。まあ皆さんのね、始めるレベルもバラバラだとは思うんですけど、まあリクエストにお答えしてちょっと話してみようかなと思いますね。やっぱりね、大学受験までのものと TOEIC っていうのはちょっと勝手が違うんですよね。問われるものが違うっていうのがあります。具体的にどう違うのかっていうんですけど、まあ単語ですね。そこがやっぱり一番違うって印象ですね。まあ今度ね、勉強法の本出すんですけども、やっぱ TOEIC で当たり前の単語と大学受験で当たり前の単語っていうのは違うんですよ。例えばまあこのチャンネルでもよく出てくる Wheelbarrow とかさ、ね、Entrepreneur とかね、こういうのって出会わなかったりとか、ものすごくレベルが高い単語だったりしますよね。 Inventory とかね、 TOEIC だったらめっちゃ簡単な単語だけども、大学入試だと知らない人がいっぱい、ね、Itinerary なんかもそうですよね。こういうのがあるわけです。で、このまず TOEIC を勉強する基礎としておすすめするのが、まあ自分の単語帳ですね。ボンですね。まあそうですね。基礎的なものを知らないって人は、ぜひおすすめです。高校までの基礎的な単語も載せてありますので、まあ初めにっていうのにはいいかもしれないですね。まあで、やっぱスタンダードのものとしてはね、キンフレっていうのがありますね。まあこれは高校までの勉強がね、きちんとできてる人だったら、まあこっちかなって思います。まあ高校までの勉強もできてないよっていうんだったら、自分のこっちのね、品質英単語っていうのがおすすめになります。で、さらに TOEIC っていうのはですね、文法問題が出るわけなんですが、まあパート5ってとこで、品詞っていうのは非常に大事になってくるわけなんですね。で、その品詞が大事になってくるときに、まあ大学入試まででね、品詞の知識があるっていうんだったらいいんですけど、そういうのがないって人は、ぜひ、ドン、これですね。はい。このね、高橋京子先生のね、これがおすすめになりますね。TOEIC選んであるテスト、英文法0からスコアが稼げる理由。ね、高橋京子先生、何回か会ったことありますけど、初級者のスコアアップ請負人って名前がついてますね。そうなんだ。さっきのキーフレードね、テクさんも監修してるんですけど、あのね、2択になっててね、結構ね。2択問題。2択の問題がね、いっぱいあって、品詞の知識が身につけられる。品詞ってね、ほんと大事なんですよ。めちゃくちゃ大事で、本当に0から、実際のTOEICはかなり長い文で、しかも4択あって、まあ分かりづらいんでね、すごい嫌になっちゃうんですよ。結構ね、語数がいっぱいあって、複雑な文構造になってるんですよ。それをそぎ落としてシンプルな文にして、さらに2択の問題っていうのがいっぱいあるので、これやっぱ初級者には非常にやりやすい。まあドリル形式でね、たくさんたくさんやってって、そこから抽象的なルールが頭に入るっていう感じですね。だ、具体例がすごくたくさんある。おすすめです。まあ、品詞問題っていうのがやっぱ一番大事なので、品詞問題をまずはできるようにならなきゃいけないので、これがおすすめですね。で、もちろん品詞だけじゃなくて様々な文法が入ってますので、まあ、これは初級者も一番最初にTOEIC なんとかしなきゃいけないっていう人ですね。TOEIC やりたいけども全然品詞の知識とかないよ。大学受験まででちゃんと勉強してきませんでしたっていう人におすすめですね。で、まあ、確かに公式問題集ってね、やれってよく言われるじゃないですか。これやってすごくできるようになったよとかってね。ああ、で、公式問題集買うときは気をつけてね、必ず新しいものから買ってってね、古いものから買っていくと、出題傾向だったり、ナレーションしてる人だったりが、違うので、ぜひ新しいものから必ずやってください。日本人1からやりたがるんですけど、そうじゃない。まあ、2020年のこの3月の段階では6からですね。ただね、公式問題集ってね、いきなりやるとね、辛いんですよ。もう全然、TOEIC も知らないでそれを受けてもね、あんまり意味がないんですよ。だから、そういう時どうしたらいいんだっていうのを話していきますね。まずは、おすすめはこれですね。ダン、ね、はい。初めて受けるTOEIC選んであるテスト全パート完全攻略っていうですね、小石優子先生っていう先生が書かれてるんですけど、まあ全パート対策の本っていうのは、まあね、まあ、TOEIC 2006年に変わってあまりないんですけども、まあさすがね、いつも TOEIC を受けてる小石さんなんで、研究がすごくされてるなっていう印象ですね。よく出る表現がね、いっぱい載ってる。さすが受けてるなっていう印象ですね。そして、見やすいんですよ。ね、いつも小石さんの本ね、思うんだけど、読みやすい。あ、スッとね、入ってくるの。だから、あ、まあまあそうですね、アマゾン、盛況、紀ノ国は1位って書いてますけど、そうだからね、すごく使いやすい本だなと思いました。小石さん自体に会ったことはないのかな、自分自身。うん。最初に全体のパートが分かる
ものとしてはこれをおすすめしてますね。だからこれでまずきちんとそれぞれのパートの対策ですねができるようになって、でそれぞれのパートがどういったものが問われるのかっていうのを知り、まあ、同時に品質表現が覚えられると。でそれが身についてからの方が公式問題集っていうのは効果が高いと思ってます。公式問題集自体にはそんななんかパートごとの対策なんていうのは載ってないですから、でただやっぱり闇雲に、まあもちろんね最初から英語ができるとか賢いですとかっていう人だったら、ね、トイックの本番形式知ってそれで立ち向かえばいいですけど、やっぱトイックはあんまりわからないっていう人がやるんだったらやっぱ総合対策本っていうのが無難だと思いますね。で最後最難関のパート7の、ね、おすすめっていうのはこれ、じゃん、ね、よ中村澄子先生のですね、TOEIC選んであるテストパート7攻略っていう本になりますね。あ、偶然あれですね、3冊とも女性が書いてる本ですね。あの別にそういうの気にしないで自分が書店に行って見てきた中で良かったのが偶然そうなりました。あの媚び売ってるとかないですって書店に行ってきちんと対策が学べるもので見やすくて使いやすいっていうもの、あとは著者がちゃんとトイック受けてるっていうですね、この3つの点をきちんと調べてそれを加味して読んだ時にこの3つが良かった、ね、これ図紙がいっぱいされてるんですよ。どう見えるかな、どういうふうに目を動かしていけばいいか、どういうふうに見ていけばいいかっていうのが図示されてるっていうので、あこれなんか珍しいなって思いましたね。こうやって目を動かしていけばいいんだよっていうのがわかる。で、読みやすい。なんで、まあ、最難関のね、パート7でどうやって解いていけばいいのかっていうのが、そのプロセスがわかるっていうので、あ、これいいなって、すごく思いましたね。で、まずは単語。必ず単語っていうのはできるようにしておく必要があると。で、単語だけじゃなくて、必ずパート別のね、どういう出題形式なのかっていうのを知らなきゃいけない。本当に出題形式知らないで受けに行く人があまりに多いんですよ。出題形式も解き方も知らないのに、公式問題集ただただやるっていう、ね。それじゃダメですからね。そんなの意味ないですから。で、まず最初にできなきゃいけない、パート5の品種とか文法問題ができないっていうんだったら、まあこれがおすすめですね。本当に。全然もうゼロからやんなきゃいけない。で、最難関のパート7ですね。読解問題がわからんっていうんだったら、まずね、こういうのからやる。まあいろいろね、他のパート1、2とかね、3、4は結構特級シリーズとかでね、いろいろ出てますんで、それらもいいかなとは思います。で、さらに、まあこのチャンネルに何度もね、出てきてもらっている、広前田先生のね、模試っていうのがありますね。そうです。模試本っていうのがね。これめっちゃ分厚いんですけどね、本当に。解説がめちゃ詳しい模試だと思ってください。公式問題集よりはるかに詳しく書いてありますし、なんたって全問動画解説ついてますから、動画で広前田先生著者本人の解説が見れるっていうすごい贅沢な本になってます。まあ、ちょっとねやっぱ、ね、持ち歩くっていうのには、ね無理かもしれないですけど、まあ、筋トレとかいいかもしれない。その腕試しとかってね、いうのを模試でやってみたいっていう人にはすごくいいと思います。トイックっていうのは難しい問題、簡単な問題全部ごちゃ混ぜに入ってるのでなかなか難しいんですよ。あなたの今のこのレベルにぴったりですよっていうね本を探したりするのって結構ね難しいんですね。で、あとは模試だったり公式問題集に出てきた表現を覚えていくっていうのを実践してください。そこに使われている、まあ、回答に関わっている表現っていうのはもちろん絶対ですね、知っておいてほしいんですけど、回答に関わってなくても、いずれそれがね、別のところで出てくるなんてこともありますので、そういった表現も覚えていくと、効果的にね、学習ができるっていうふうになっていると思います。はい、こんな感じですね。リクエストが多かった TOEIC 初級者用どうやってやっていったらいいんだっていうので、まずは参考書編ですね。一番最初にやるんだったらどんな参考書がいいのかっていうのをおすすめしました。だ初学者におすすめっていうものを紹介しました。またね、ぜひ、まあ、このチャンネルではですね、人気が高ければ、ね、大学受験だけじゃなくてこういった TOEIC に、ね、関するものとかいろんな資格試験に関するねもの、まあもちろん英語に関してですけど、そういったものもやっていきたいと思いますので、まあ何かしらね、やってほしいリクエストとかがあったらコメント欄にお寄せください。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching. Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.